10分でイルカショーだよ。私もずっと見守ってるから、どーんと行ってきてね。うん、ありがとう、ようちゃん。ありがとう。大丈夫だと思ってたのに、あと少しで出番だと思うと緊張してきちゃった。あなたって本当に頼れる子だね。そこまでうちのことを考えてくれてるんだね。頼もしいったらありゃしない。ありがとう。あなたがそう言うのならそうなのかも。そこまでうちのことを考えてくれてるんだね。頼もしいったらありゃしない。心配かけてごめんね。でももう大丈夫。あなたもイルカショーを楽しんでくれたら嬉しいな。うちもイルカショーを楽しんでくるね。のぞみさんなら絶対できるよ。皆さん、ミトシーが誇る楽しい楽しいイルカショーへようこそ。見てください、イルカたちもみんなに会いたくて待ちきれないって顔をしてます。まずは整列。今日のショーに出てくれるのはパッチリお目目の女の子ステファニーちゃんと、背びれのカーブが鋭い男の子マーク君。ドルフィントレーナーのお姉さんと協力して皆さんにたくさんの喜びをお届けしたいと思います。ステファニーちゃんとマークくんが上手にパフォーマンスできた時は、皆さんも拍手でお祝いしてくださいね。はあ、楽しかった。あんなに緊張してたイルカショーが一瞬で終わっちゃったよ。ミトシーに元気いっぱいの新しいお姉さんが来てくれたって話題になってるよ。え、本当に？嬉しいな。ミトシーのお仕事は思った以上にやりがいがあって大変で、でも思い切って飛び込んだら最高だった。こんな貴重な体験ができたのも、あなたとようちゃんが目いっぱいうちを支えてくれたおかげだよ。幸せだったな。うち二人に育ててもらった気分。